おはようございます。朝になりました。セントレディス2日目の朝ですかね。はい、ということで本日ね、チェックアウトということで、今ね、朝の6時ぐらいということで、かなり早いですね。起きたのはね、結構早かったです。5時半とか5時ぐらい目覚めちゃって、そこからちょっとうだうだしてたんですけど、今ね、6時ということで、今さっきですね、インルームでコンチネンタルブレックファーストと、あとコーヒーね、注文いたしました。今日に関してはですね、朝食をね、レストランではなくインルームでね、いただいても OK ということで、今回ね、インルームにさせていただきました。で、今日は16時にですね、レイトチェックアウトということで、まあ、それまでに帰ってきてパッキングとかしなきゃいけないんで、とりあえず朝食食べたらですね、ちょっとね、お出かけして、で、お昼食べてですね、まあ、ホテル帰ってきてチェックアウトっていった形になります。で、またね、ホテルね、移動しますんで、ちょっとね、スーツケースとカバン持ってね、移動したいと思います。今日のスケジュールはね、そんな感じですかね。ひとまずコンチネンタルブレックファーストね、到着したらいただきたいと思います。で、内容に関してはですね、同じですので、まあ同じ内容ね、ずっと同じ内容ねお届けしてもあんまりなんで、ひとまずですね、まあ、簡単に紹介して、まあ、客室でね、同じものがいただけるっていうのは、これはね、いいですよね。個人的にはかなりありがたいです。ニューヨークのね、旅先で、まあ、朝食、まあ、外でね、取るのも、それもまたニューヨーク旅行でね、楽しいかなと思うんですけど、まあ、朝食がね、客室でいただけるっていうのはね、かなりいいかなと思いますので、簡単にね、内容は一緒なんですけども、紹介してお出かけしていきたいと思います。ということで、20分ぐらいかかるっていう話だったんで、ひとまずね、もうしばらく待ちたいと思います。それではね、今回インルームダイニングで朝食ということで、いつものルームサービスで引いてくれるカートがね、入れていただいたんですけども、ちょっとね、このエリアまでね、入れなかったんで、物をね、持ってきました。で、まあ、内容はね、一緒なんですよ。昨日ね、お見せしてさせていただいたパンですね。中身は全く一緒だと思いますね。はい、中身は全く一緒ですね。まあ、それとコーヒー、まあ、コーヒーの中身がね、こういった感じでポットできますんで、かなりの量です。はい、ですんで、まあ好きなだけ飲めるという感じですね。で、あとオレンジジュースですね。ちょっとオレンジジュースがですね、あそこの入り口の段差にね、気づかずね、押してしまって、ちょっとこぼしてしまったんですけども、たっぷりのね、量のオレンジジュースがいただけます。ちょっとね、あんまり綺麗じゃないんで お見せしづらいんですけども、まあこういった感じでいただけると。でですね、ちょっとね、素敵だなと思ったのは、これ見てください、これ。これね、ジャムとかが乗ってる台なんですけども、これね、本物のバラなんですよ。これ超おしゃれじゃないですか。どんなところにお金使ってんねんっていう感じですよね いや、すごいですよね。これがセントレディスのサービスなんですね。これはね、昨日レストランでいただいた時はね、なかったんで、これはね、ちょっとね、朝からちょっとほっこりしましたね。はい、という感じになります。ということなんで、今ね、朝の6時半ということで、まあ大体20分ぐらいでね、頼めばね、いただけるっていうふうになりますんで、まあこれね、まあ、レストランでね、いただくのもね、いいかなと思うんですけども、やっぱりインルームダイニングでいただけるのもね、楽でいいですよね。はい、まあこれにもちろんね、まあ、私はこのコンチネンタルブレックファーストのパンしかね、頼んでないですけども、まあこれにね、追加で課金して、スクランブルエッグを頼むとかね、そういったことももちろんできます。もちろんお金はかかりますけどもね、まあそういった感じになりますね。はい、ということなんで、まあ、セントレディスよね、マリオットボンボイのプラチナステータスの朝食は、まあ、こういった感じになるっていった形になりますね。まあお腹いっぱい食べたい人とか、まあ、いろいろね、朝からヨーグルト、フルーツとかね、初日に泊まったルメディアンみたいな感じで、まあ、いただきたい方はね、ちょっと追加で費用かかるかなっていう感じなんですけども、まあ個人的にはですね、この物価の高いニューヨークでインルームでいただけたり、レストランでいただけるものがタダでいただけるっていうのはね、かなりありじゃないかなと思いましたっていう感じですかね。まあ料金的にはですね、ルームサービスだと、まあ、チップで済むわけなんですよね。だから1ドルとか2ドルとかで済むんですけども、レストランの方はね、チップがかかりますんで、レストラン費用ということで、まあここね、昨日の動画でも言いましたけども、なんとも私からね、まあ払った方がいいんじゃないかぐらいしか言えない部分もありますんで、ここはね、難しいところですね。一応私は15%で6ドル払いましたけども、はい、そんな感じになります。ですんで、ここはね、どっちがお金がかからないかっつったら、まあインルームの方が間違いなくお金はかからないですかね。そしてゆっくり食べれますかね。
はい、ということで今日はですね、朝からもうサクッと食べて、でパッキングをねある程度終わらして観光ねしていきたいなと思います。ということでいただきます。それではですね、外に出てまいりました。今ねニューヨークの街並みはですね、見えるかな、こんな感じになってます。今ですね、ちょうどセントレジホテルの前あたりにねいるわけなんですけども、こんな感じになってます。残念ながらですね、今日は曇り、一応ね時々晴れるみたいなんですけど、一日曇りぐらいのね感じなんで、雨が降らなければねいいなっていうところなんですけども、まあ今はねこんな感じの天気となっております。でですね、せっかくなんで今日はね朝早くから行動して、レートチェックアウトがね16時まで利用することができますので、今日はですねブルックリンブリッジへ行きたいと思います。ブルックリンブリッジをここから歩いて下って渡っていく、行って帰り他の交通手段で帰ってくるか、なんかで行ってなんかの交通手段で帰ってくるかとちょっと今考えてるんですけど、どっち側から歩こうかな。まあ、ブルックリンブリッジはねだいたい歩いてね25分ぐらいかかるんですよね。まあ、非常にね街並みは綺麗ですので、ぜひね行ってみてほしいんですけども、まあ、25分は歩くということで結構疲れます。ですんでね、体力を温存していかれることをお勧めするのと、まあ、できればね、夕暮れの時間帯、非常にね綺麗ですんで、そのぐらいのね時間帯を狙っていくと非常にいいのではないのかなと思います。ということで、まだねこのニューヨークに来て、ほぼほぼね地下鉄乗っておりませんので、地下鉄で行きましょうかね。ちょっと駅探しますね。まあ多分ここら辺の近くにね駅の入り口あると思いますんで、マンハッタンの南の方に行って、その駅からねとりあえず歩いて渡りましょうかね、行きたいと思います。駅の入り口ないかないや朝のニューヨークもね非常に気持ちいいですね。まあ、今日は普通に、今日はまだ木曜日とかなんであれですね。あ、ありました、あそこから行けるかな、地下鉄の入り口ありましたんで地下鉄乗ってね行きたいと思います。今ここはですね5番街と53丁目の間ですね。そこにね教会もありますね。あれ何だったかな、セントトーマス教会だったかな。はい、ということで地下鉄乗って南を目指したいと思います。まだね地下鉄のチケットを買ってないんで、どうしましょうかね、乗り放題パス買っちゃおうかな。いくらだったかな、30ドル、そんな値段するんですよね。もうほとんどね徒歩圏内で今まで生活したんで、これから地下鉄をたくさん乗るんだったら乗り放題の方でもいいかな。ちょっと考えどころですね。いや思った以上に地下鉄は暑いな。いやね、ニューヨーク2年前この時期に来た時マジクソ寒かったんですよ。でね結構気合い入れて防寒持ってきたんですけど、今年はあったかい。2年前とかねもう雪もめっちゃ降ったし、本当にね凍えるようなね天気だったことも結構あるんですけど、今年は全然ですね。着きました。ということで買っていきたいと思います。まあ、地下鉄の切符の買い方はね、まあ、何回か紹介してるんで今回は割愛させていただきます。では買っていきましょう。でそれではですね地下鉄乗ってみたいと思います。で今回ですね、来ましたね、これエブリンが活躍する時が、ちょっとねどれぐらい電車に乗るかね今後分かんないんで、今回は乗り放題パスじゃなくてね、ちょっと毎回ね払っていこうかなと思います。さあ果たしてちゃんとできるんでしょうか、行ってみたいと思います。一応ねビザのタッチ決済のマークついてますんで、これで使えなかったらマジ受けるね行きましょう。行けましたね、行けましたということなんで、ちゃんとねこのエブリングね、ニューヨークの地下鉄ね行けますんで、まあ覚えておいてほしいのは、このエブリングね、あれじゃないですか、タッチで決済ができてしまうんで、スキミング対策みたいなね、そういうなんていうかセキュリティ関連からしてアプリでねあれしなきゃいけないんですよね。使うのはいいんですけど、使わないときはねこういった感じでね、オフにしとかなきゃいけない、停止にしておかないとね、勝手に決済端末を近づけられてしまうとね、決済できてしまいますんで、まあ、オートチャージとかね
設定してなければねそんなに問題ないのかもしれないですけど、オートチャージ設定してる人だと、まあ、確かね1回の決済額の上限はあったと思いますけど、まあ、やられる可能性がねゼロではありませんので、この点はね注意が必要かなと思います。私ね今電車ホーム下ってるんですけど、登ってくる方もめちゃくちゃ多いですね。電車止まってんのかな、すごい、なんでだろう、まあ、多分大丈夫だと思うんですけどね。まあでも今私がいたのが5番街の方なんで、働いてる側でこっちを利用する方が多いのかもしれないですね。かなり多くてびっくりしました。ということで私は E トレインに乗って南の方に向かいますので、ちょっとね今ここの来たのが M トレインなんでちょっと待ちましょう。ちょっとねニューヨークどのぐらいで時間で電車来るとかねちょっと分かんないんで、まあ、一応時刻表なるものがあると思うんですけど、ひとまず待ちたいと思います。それでは電車来ましたので乗っていきましょう。多分合ってると思うちょっと私もあんまり Google マップとかちゃんと見ないで乗ろうとしてるんで多分大丈夫だと思うんですけど、行きましょう。方向はね合ってたんですけど、どうやらこれねワールドトレンドセンターのオキュラスっていうところでね止まっちゃうみたいなんで、まあそこから歩きましょうかね。オキュラスもねすごい新しい駅になってめちゃくちゃ綺麗なんで、そこから歩いていきましょうかね、せっかくなんで。ワールドトレードセンターの911があった場所の後に建てられた、一つの駅ですね。もともとそこはワールドトレードセンターのビルがね、まあ、何棟かあったんですけど、そこの一つがあった場所にの後に建てられた駅ですね。説明はちょっとちゃんとできてるか分かんないですけど、まあ、ひとまずそこからね歩いてブルックリンブリッジ行きたいと思います。いやいいですね、ニューヨークの地下鉄。なんかニューヨークの地下鉄とかになるとね本当に日本の電車がいかに綺麗かっていうのはね本当に思い知らされるぐらい汚いんですよね。なんですけども男女差別とかねそういうのにはすごいこういうアメリカは敏感で、もともと電車の中のアナウンスとかもねレディース・エンド・ジェントルマンって流れてたんですけど、まあ、それをね、まあ、昨今のね男女差別の問題、まあジェンダーとかそういうのがありますよね、まあ、そういうのもあってそれをやめるみたいなねそういった報道もあるんですよね。だから気にするところはねすごい気にするんですけど、気にしないところは本当に気にしないんですよね。これが本当にね衝撃、綺麗さって言ったら本当に日本の駅は本当に綺麗ですね。もう地下鉄のこの電車の中の床もねゴミだらけまでいかないですけど、ゴミも結構落ちてますしね、まあ、ひとまずその線路の間はね、まあ、一回見ていただければ分かると思いますけど、本当にゴミねみんな投げまくりますし汚いですね、不思議ですよね。ということでワールドトレードセンターまでね多分10分15分かかると思いますんで、ちょっと揺られていきたいと思います。それではですねワールドトレードセンター駅に到着いたしました。ここからねオキュラスとトトトトトトトまたジンバルが勝手に上を向く現象が起きてます。ここからねそのままオキュラスっていうね一応商業施設ですかね、こちらにアクセスすることができます。ここもね新しくできた駅なんですよね。だから非常に、まあ、そこまででもね、うん、綺麗だと思います。他の駅に比べると、特にねこの入り口とかね綺麗ですよね、うん、向こうの駅のホームはねそんなにっていうかね、昔から使われてた部分だとは思いますのでそんなに綺麗じゃないと思うんですけど、よいしょ、ではオキュラス入っていきましょう。どうなんだろうな、ここ昔来てた時とかねすごい人多かったですしテナントもびっちり入ってたんですけど、どうでしょうか。とりあえずメインフロアに行きたいですね。ニューヨークはねエスカレーターあれなんですよ、右側が止まるで左が歩くんですよ。不思議ですよね、日本みたいな感じなんですよ。まあ日本だと逆か、あ東京だと逆ですかね、はい、不思議ですよね。よいしょ、あこれ外に出ちゃうなこれ外に出ちゃうな、あオキュラスはあでもすぐ入れそうですね。オキュラス行きましょう、せっかくなんで。どうなってんだこれ、出れるのかなこれ、あ出れる出れる、よいしょ、あすごい、そして寒い。
ああ、いいんじゃないですか。ということで、ここのね、ワールドトレードセンターのね、駅の外側にもですね、こんな感じでアートがね、これいつできたんだっけな、前来た時は多分なかったと思いますんで、こちらもね、最近できたんだと思うんですけど、2年前はなかったと思いますね。はい、2年前はこのワールドトレードセンター駅もね、まだ再開がされてなかったと思うんですよね。最近つってもちょっとここ1年ぐらいだと思うんですけど、利用できるようになった。それまではね、確か利用できなかったんじゃないかなと思うんですけども、こんな感じになってます。でね、反対側にオキュラス、この見えますかね、このね、骨組みのようなね、この建物がオキュラスっていう商業施設になります。こちらもね、ちょっと後で中入りたいと思います。で、オキュラスのね、奥、あー、ちょっと映んないかな、もうちょっと近づいてみましょうかね。で、目の前にね、これはトリニティチャーチだったかな、多分そうだと思います。こちらもね、有名な教会です。観光スポットとかにね、絶対載ってますね。あれ、ここトリニティチャーチだよ、まあ、ちょっと違ったら字幕出しておきますね。で、さっきの入ってきた駅の横のアート先見ましょうか。はい、こっち側にもね、こんな感じになってるんですよ。めっちゃ素敵ですよね。これ駅ですからね。日本じゃちょっと信じられない。これはワールドトレードセンターの駅ですね。上にウェルカムトゥワールドトレードセンターって書いてありますね。はい、ということで、ここももともとはなんかできるスポットだったのかな。今バリケードがされてますけど、っていう感じですね。で、ちょっとうまく映ってるかわかんないですけど、これね、ミレニアムヒルトンっていうね、これ一応ヒルトンホテルなんですよ。でね、このミレニアムホテル、ミレニアムヒルトン、このヒルトンね、一応泊まれることは泊まれるんですけど、何十万ポイントとかかかるんで、多分一般的にはね、泊まるのかなり厳しいかと思うんですけども、まあ、現金だったら多分ね、10万とか出せば泊まれると思います。私もね、今回ニューヨーク滞在で結構見てたんですけど、ヒルトンホテル、いやー、必要ポイント数が多くてね、なかなか厳しいですね。はい、こんな感じになってます。まあ、この街並みは本当にめちゃくちゃ綺麗ですよね。で、今からね、この左側のオキュラスに入ろうと思うんですけども、その奥にね、反射してる高いビルがあると思うんですけども、これがワンワールドトレードセンターですね。観光スポットになっている、ニューヨークでね、一番高い、ビルになっております。ここもね、まあ、ちょっとお値段しますけども、かなりおすすめです。ニューヨークでね、一番高いビルということで、昨日紹介していた、サミットは2番目っていった形で、これが一番高いですね。まあ、どの展望デッキもですね、天気がいい日にね、行かれることをお勧めします。ここもね、エンパイアとかワールドトレードセンター、昨日のサミットもありますけども、天気悪いとね、本当に綺麗に見えなくて、ちょっと残念な気分になりますんで、まあね、事前に予約されていく方多いと思うんですけども、できれば当日今日行こうみたいな感じで決めた方がいいかもしれないですね。はい、っていう感じになります。それではね、オキュラス入っていきましょうかね。入ってきました。いや、こっからね、ぜひ皆さん来てね、眺めてほしいんですけども、めっちゃ綺麗じゃないですか。これもね、先ほどのワールドトレードセンター駅ともね、行けると思いますし、あとね、パスっていうね、あれ何なんで、一応あれも電車だと思うんですけど、あれもね、ニュージャージーに通ってる電車みたいなのはね、ちょっと私は乗ったことないんですけども、パスっていうのもこちらからね、乗ることができます。あとね、アップルストアとかね、あったと思いますので、まあ、見た感じ閉店してる店はなさそうですね。このオキュラスに関してはちょっと心配してましたけども、全然大丈夫そうですね。はい、ということで、一応下降りて反対側から上出ましょうかね。まあ、ここのオキュラス自体はまだできて何年だろうな、3、4年も経ってないと思うんですよね。はい、ということでね、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。はい、で、お手洗いとかもね、ありますんで、まあ、このニューヨークのね、なかなかお手洗いがない事情にもね、対応してるっていった形になりますんで、ここもね、お手洗いスポットで使えます。やはりね、今クリスマスシーズンということで、このオキュラスもね、めっちゃクリスマスですね。いやー、いいですね、ニューヨークのクリスマスシーズンね。今年は本当にあったかいんで、まあ、今年というか、まあ、私が来てるこの時期はね、本当にあったかいんでいいですね。
まあ、ちょっと寒いぐらいだったらねいいんですけど、これがねマジで雪降ってくるとね結構きついですからね。一昨年とか本当にもう雪の中飲食店行って撮影していくみたいな、もう洋服も帽子もネックウォーマーもべちゃべちゃみたいな感じでね帰ってきて結構大変でしたけど、今年は本当にありがたいですね。ということで今1階部分に到着しました。こんな感じになります。いやーめっちゃ綺麗ですね。今クリスマスですね。マスクしてくださいって書いてありますね。やはりここはもう全然ほとんどのお店がやってますね。うん、あーかわいい。あ、お店とかもあるんですね。いやかわいいいやクリスマスですねこれは、まさに。あ、そうですね、高級ブティック等とアップルストアもね向かいにありますね。もちろんアップルストアということで Wi-Fi もね利用できますんでいいですね。でおまわりさんとかもね結構いますんで安心して利用できるんじゃないかなと思います。ちょっと叫んでる人がいておまわりさんが走っていきましたね。ちょっとビビりました。はい、ということで反対側から出てなんだっけ、ブルックリンブリッジ向かいたいと思います。はい、こちらはねパストレインっていうニュージャージー方面に行く電車だと思いますけども、いや綺麗ですね。このパスもね今回乗る予定だったんですけど、まあ、ちょっとね残念ながら、今回ね利用できないということでまた次回ですかね。いやすごい利用してみたかったこのパス。今までねニュージャージー方面っていうのは行ったことあるんですけど、今まで行ったことあるのは全部あれなんですよね、バス、ニュージャージートランジットかバスしかないんで、このパスね利用してみたかったんですけどちょっとね今回利用できないっていった形になりました。また次回の楽しみにしたいと思います。まあ普通の電車なんだね。ただね自己満でしかないですけども、ちょっと乗ってみたかった。あれ出口こっちで合ってんのかな。まあでもたくさんの人が歩いてるんで多分大丈夫でしょう。ひとまず私はね南の方面に向かって、でそのままちょっと左に向けてブルックリンブリッジ行きたいと思います。いやいいですね。こちらもね絶対観光雑誌にはね載っていますんで、ぜひ皆さん機会がありましたら来てみてください。あのワンワールドトレードセンターとね、あの観光と一緒にね回るのがいいんじゃないかなと思います。あ、出口ここかな。出口いいの、外出れんのかな。でも人がめっちゃ行ってるから、あ、違うSorry. Exit is where? Outside. Sorry. Let me go for. Sorry. Outside is this? Oh, sorry. 出口だと思った場所は出口じゃなかったみたいですね。はい、怒られちゃいましたけど、こっちじゃないよって。ああ、やっちゃった。ここはあれなんだ。エレベーターしかない出口なんですね。いやー、まあ、しょうがないんでエレベーターで外出ましょうか。いやー、中は暑いな。普通に。暖房ガンガン効いてますね。ここも出口じゃないな。ここ出れんのかな。あ、出れる。よかったよかった。出れますね。また怒られるところだった。基本的に商業施設とあのオフィスビルがね一緒になってるんで、で あと観光なんですか、展望台もね一緒になってるんで、ロックフェラーセンターとかもねそうなんですけども、間違えるとね普通にこうオフィスビルだよみたいな感じでね通してくれなかったりね、あっちだよみたいな感じでね教えてくれたり注意されたりしますね。ということで外に出ましょう。外に暑い。それではね外に出てまいりました。オキュラスからですね、このブルック、こっちのね、新しい商業施設にね、道つながってたみたいですね。ちょっとね、私は出口を探してたら、そこまで行ってしまったみたいですね。いや、こっち側もね、ブルックフィールドプレイス。こっち側もね、新しくできた場所で、めっちゃ綺麗なんですよね。ここら辺の床とかね、マンハッタンじゃないみたいに、めっちゃ綺麗なんです。でも、ここ大通りが前走ってて、それ向こう側行くとね、また結構道ガタガタになるんですけど、ここは本当に綺麗ですね。自転車専用道路とかもこのね反対側にね、歩道の隣にねちゃんと整備されてるんですよね。結構ね驚きなのがニューヨーク歩いてるこのニューヨーカーの人たち、
本当にあのスタバのグランデサイズ一番でかいのありますよね。あれ飲んで歩いてる人結構いるんですよね。しかもアイスね決してホットではないっていうね、まあ、ホットの人もいるんでしょうけど、今日すれ違った人はもう全員アイスでしたね。衝撃ですよね。そうでもないですか。今日気温4度とかですからね。ということでブルックリンブリッジまで歩きたいと思います、はい、ちょっと寄り道した感じですね。今ちょうど、さっき説明したね、トンネル、さっき説明したワンワールドトレードセンターがあれですね、これです。で今渡っていいのかな、渡っていいんだな。ちょっとね、みんな渡り出すんですよ。どのタイミングか分かんないけど、いいのこれ分かんない。いやもう信号青になるまで待ちましょう。怖い。みんなね渡るんですよ、赤でも。あ、これ大丈夫ですね、青です。でそこにワンワールドトレードセンターがあって、今ここがね911メモリアルですね、はい、ここはあのノースプールとサウスプールっていう感じで、あのプールがねあって、911のね被害者の方の名前が彫られてるという感じですね、まあ、ここはグランドゼロって呼ばれてたところですね。もうグランドゼロはないんですけども、はい、ここはグランドゼロ。私が初めてニューヨーク来た時とかはまだここはね工事で、グランドゼロが あって、中がね見学、まあ、軽くですけどねできるっていった形になりました。今はね911メモリアルということで、まあ、このここはね公園なんで無料で見ることができるんですけども、博物館とかねワンワールドトレードセンターとかもありますけども、まあ、そういうのがね、利用することができます、まあ、こちらはね、まあ、ニューヨークに来た際にはですね、まあ、ちょっと観光地化されてしまったのはね賛否両論あるみたいなんですけども、まあ、それもね寄付されているということですので、ぜひね訪れて見ていただいて、まあ、3000人4000人ぐらいの方ね亡くなっておりますのでね、お悔やみをねしていただければなと思います。ということでちょっとね911メモリアルまで来るつもりはなかったんですけども、よく考えたらオキュラスに来てるっていうところはそういうことですよね。隣の隣になりますからね。ということで歩いてブルックリンブリッジ行きましょう。でも911メモリアル入れなくなってますね。え、時間帯が決まってんのかな、聞いてみます。今もしかしたら開けてないのかな。今ねこんな感じでロープがされてるんですよね。おまわりさんに聞いてみます。あ、聞いてみよう。今911メモリアル、あ、オープンしてないのかな。 Excuse me、this is no open today 9:45 sir。 あ、thank you。どうやらね今ロープされておりますけども、時間帯で空いてるみたいですね。24時間空いてるみたいな、そういうわけではなくて、時間帯でオープンしてると、それ以外はねロープがされてるみたいですね。これは前からそうだったのかな、まあ、なかなか夜行く機会もないんで知りませんでしたけども、まあ、そういった形になっております。ですのであのホームページ等々見てね空いてる時間チェックされて行く方はね利用してみてください。さあ結構ね下の方に来ましたね。もうちょっと行けばねウォール街とかも近いですね、このエリアは。あ、でもやっぱり潰れてる店が多いな。前からあったなみたいなお店もありますし、空店舗になってるっていうところもありますね。あ、このエリアにもやっぱりアマゾン GO ありますね。いや昨日初めて利用しましたけど、こんなに簡単に利用できるところないんで、ニューヨーク来る方はねいいですね、アマゾン GO、うん、英語は得意とか不得意とかもう関係ないですからね。レジってやっぱり緊張するじゃないですか。それがないっていうのはねやっぱりいいですね。あ、ここもクリスマス一色ですね。見えますでしょうか。ここ一応なんてとこなんだろうな、名前あるの。一応公園だと思うんですけどね。クリスマスのイルミネーションと、あと屋台も出てますね、まあ、これはオフィス街なんで出てるんでしょうね多分ね。めっちゃ綺麗ですね。そうそう、あのキューブですね、あのキューブの近くです。あれなんていうキューブでしたっけ、名前があった気がするけど思い出せない。それではちょっとね寄り道しましたけど、ブルックリンブリッジ行きましょう。ここからちょうど10分ぐらい歩けばブルックリンブリッジ到着です、まあ、そこから20分歩くんですけどね。
ウォール街のクリスマスツリーは出てるのかな、ちょっとわかんないですね。それも見たいですね。昨日結局あれでしたもんね、パレスホテルのクリスマスツリーはお見せできなかったですからね。パレスホテルとロックフェラーセンターとウォール街のクリスマスツリー、ここら辺は特に有名ですね。あともう一個どっか有名なとこあった気がするけど、ちょっと忘れてしまいましたね。ああでもここら辺はどうだろう、閉まってる店少ないですね。おっとっとっと、気がついたらジンバル上向いてる現象が今ちょこちょこ発生してますね。このね、今向かい側にあるフルトンセンターっていう、これも駅が確か近くにあるのかな、地下にあるのかな、なかったかな、ちょっと覚えてないですけど、ここもねシェイクシャックとか入ってるんですよ。あ、やっぱり地下鉄の駅もありますね。ここもねシェイクシャックが入ってて、あとそれ以外にもね結構お店入ってるんで、飲食店が結構おすすめです。まあ、Google マップとかでねフルトンセンターで検索すると出てくると思います。やっぱ歩いてるとちょっと暑いな。いやまさかこんなにニューヨークあったかいと思ってなかったな。一応ダウンの中にね手袋とネックウォーマーとかも準備してきたんですけど、全くいらないですねこれは。めちゃくちゃあったかい。もうちょっとするとブルックリンブリッジがね見えてきますかね。もうちょいかな。今ブルックリンブリッジのね近くの公園のところまで来ました。市庁舎とかもねここら辺にあります。ではシティホールパークに来ました。ここから確か抜けていけた気がしなくな、しなくもない。まあ、これニューヨークのね市庁舎の近くにある公園ですね。ここめっちゃ綺麗ですね。でももうちょっとイチョウが散っちゃってますかね。鳩がめっちゃいます。鳩が苦手な人はやばいかもめちゃくちゃいる。あれこれ突っ切れないのかな。あ、右側に通路がある気がしなくでもない。いやでもこれでブルックリンブリッジ渡ったら汗だくになりそうだな。あ、無理そうだな。出ましょう。フェンスがされてる。どうなんでしょうか、ニューヨークのトイレ事情。2年前来た時はスタバ自体が2年前のニュースで、多分どっかの動画で言ってると思うんですけど、黒人の人がスターバックスを使ってて待ち合わせただけで警察呼ばれて、それでしかもなんか連行されたかなんかで、スターバックスの社長が今まではねトイレって利用するだけで入っちゃダメって言ってたんですけど、そのニュースを受けて OK にしたんですよ。ですんでまあ誰でもね利用することができる、物を買わなくても利用できるパブリックスペースにしますみたいな感じだったんですけど、多分このコロナの影響で多分ダメになりましたよね。どうなんでしょうか。1回ぐらいでもあれですね、めっちゃ飛んでる、日差しが強い。でも1回ぐらいはねあのスタバでお茶したいですね。ちょっとニューヨーカーになった気分で、今まで外で飲み物コーラしか買ってない、お水はホテルのでコーラしか買ってないんでね。それではブルックリンブリッジパークじゃない、ブルックリンブリッジのねたもとまで来ました。ここからねブルックリンブリッジ歩きたいと思います。ちょっとダウン脱ぎましょうかね。日差しがね出てきましたんで、このまま行くと汗だくになりそうなんで、ちょっと脱ぎます。ちょっとねまさかのこの肩掛けカバンにダウンをくくりつけるっていうね荒技でいきたいと思います。いやまさかこんな暖かくなると思わなかったな。はい、ということでこれからねブルックリンブリッジパーク歩いていきたいと思います。今ねちょうどここから全体が見えるかな、どうでしょうか。ああ微妙に奥の方で見えてますね。ズームしてみる。あ、これでちょっとは見えますかね。ということで歩いていきたいと思います。あったかかったな、誤算ですけど、まあでも吹雪いてるよりかは全然いいんでいいですね。ちょっとちょこちょこね景色の方をお見せしたいと思います。ずっとね私の自撮りをずっと見ててもしょうがない部分もあります、ね、でこのねブルックリンブリッジパークは今日はね私はオキュラスから歩いてきましたけども、ブルックリンブリッジって駅もありますんでね、そこから来てブルックリン方面に歩くか、ブルックリン方面まで電車で行ってブルックリン方面から歩いて戻ってくるか、まあこの2パターンがありますんで、まあどちらでもねいいかなと思います。まあねここから
ブルックリンブリッジ渡って向こう側からフェリーで帰ってくるっていう方法もありますんで、それもね3ドルぐらいでね利用できますんで、おすすめです。今日それにしようかな、ちょっといろいろ検討してみようかなと思うんですけど、そういったこともできます。もちろん電車で帰ってくることもできますんでね。で今はいないのかな、ここも結構ね CD を売りつけてくるダフ屋みたいなのもいますんで気をつけてください。あの CD に名前書いてあげるから名前教えてって言ってくるんですよ。タイムズスクエアとかメトロポリタン美術館の近くとかにも結構いるんですけど、で名前書いたら名前書いちゃったから買い取れって言ってくるんですよ。まあもう新手な観光客詐欺ですよね。結構食らってる人をね聞いたことありますんで、基本的に声かけてくる人はね、まあ、詐欺だと思っていた方がいいですね、ニューヨークでは。まあ、たまに道を教えてって言われる時もありますけどね、まあそれも稀だと思いますんで、まあ、基本はそれでいいんじゃないかなと思います。いやまだちょっと遠いなまだちょっと遠いですね。肉眼だと結構近いんですけど、カメラ越しだとまだこのブルックリンブリッジパーク、ブルックリンブリッジ自体がね遠いですね。でもどんどんね近づいてきました。じゃあちょっとねカメラじゃないジンバルがですねちょっと言うことを聞かなくて、ちょっと設定してたらですね完全に体が冷えてしまいましたね。あ寒い。でブルックリンブリッジ昔はね右側が歩行者、左側はね自転車っていうレーンだったんですけど、なんとですねこっち側から見えない、こっち側から見えるのか、自転車レーンがね出来上がったんですね。今通ってる人いないですけども、ちょうどこの下側はですね自転車レーンになりました。いやこれね本当にめっちゃ危なかったんでいいですね。しかも自転車の人たちもね、仕事してる人たちとかもね利用してることをしている方多くて、やっぱ急いでるんですよね。ですんで結構いい感じにねチャリンチャリンチャリンって鳴らされますんでね、で何回もねぶつかりそうになってんのね見たこともありますんで、いや非常にいいですね。だからもうどこ歩いてもね OK っていう感じですね。それではマンハッタンのねまだねブルックリンブリッジはちょっと遠めで、はい、ということでこのねブルックリンブリッジからまたこっち側を見るねニューヨークのマンハッタンもいいですよね。先ほど言ったワンワールドトレードセンターがちょっとね頭先っぽだけ見えてまして、でこっち側はねローアーマンハッタンですかね。はい、こんな感じになってます。たまにねちょこちょこ振り返ってね見ていただきたいなと思います。あどうでしょう、結構近づいてきましたがね、ブルックリンブリッジのこのランドマーク的なこれ中間にあるのかな、まあ、このブルックリンブリッジっていうのは吊り橋ですからねすごいですよね。この吊り橋をこの2021年に未だに稼働しているということで、まあそこ車もね通ってますんでトラックとかね通れないんですよね確かね、吊り橋なんで。いやすごいですよね。だからいつでもね改修工事をしてるイメージなんですけど、今改修工事されてなさそうですね。うん、前は柵がされてた気がしていたはんですけど、いいですね。いやー来ましたね。おいいですね、オブジェが綺麗になってきました。やばい、一回止まったら寒い。
そして今歩いても全然体が温まらないのと、日が暮れましたね。ハイパーラプスってやつですね。ちょっと短時間だけですけども、ちょっと作ってみました。ぜひ感想を教えてください。いやね、カメラの設定いじってたら完全に冷えて、今ダウン着てちょうどいいですね。いやー、風が強いんでね、一気に冷えますね。いやー、ブルックリンブリッジいいですね。ここですよ、ここ。いや、2年ぶりのブルックリンブリッジ、もうそろそろね、終わりますね。どうです、これですよね。めっちゃかっこいい。なぜか自転車レーンが下にあるのに、なぜか自転車を持ち込んでる人たちがいますね。知らなかったのかな、自転車レーンが下にあるの。まあでも分かんないですよね、もし観光で来てたらどこが入り口かなんて。最初ブルックリンブリッジ私来た時、マンハッタンから向こう側のブルックリンに渡ってから歩いて渡って帰ろうと思って来た時に、ブルックリンブリッジの入り口が分かんなかったですからね、その地下鉄の。めっちゃ迷いましたもん。だからやっぱり、まあ分かんなかったらまあしょうがないですね。まあ、こうめっちゃ写真スポットみたいですね。ちょうど反対側の入り口のちょっとぐらいのところ、みんな写真撮ってますわ。すごい。タイムラプスであろうものを撮ってる人もいますね。YouTuber は分かんないけど、かもしれない。まあでもこのタイムラプスとかいいですね。めっちゃ人通るんで映えそうな気がします。まあ、私もねガチカメラ持って歩いて回ってるんで、まあまあいろんなところ、まあいろんな人にええみたいな、何者みたいな感じで結構見られますね。ああ、いますね、三脚立ててカメラ。まあでも iPhone かな。ああ iPhone っぽいな。でもいや、めちゃくちゃ映えますね。うん、ということでブルックリンブリッジもね、そろそろ終わりですね。さあ何で帰りましょうかね。まだね時間帯的には本当に9時行ってんのかな、9時半ぐらい、あもう結構行ってる、10時、あとねチェックアウトまで6時間。まあ、その間にねお昼もどっかで食べたいなと思ってるんで、どうしましょうかね。まあちょっと10時で早いですけども、先お昼にしちゃいましょうかね。おお、すげえ、すごすごい。また日本とクラクションの音も違うんですよね。うんうん、音は本当に嫌な感じですよね。イラッとする感じの音ですよね。そうでもないですかね。私が運転しててあの音を鳴らされたらちょっとイラッとしそうな気がするんですけど。ということでどうしましょうかね。お昼はブルックリンブル側に来たんで、どうしましょう、グリマルディーズでも行きましょうかね。有名なピザ屋さんなんですけど、グリマルディーズやってるかな、朝の10時微妙ですね。まあ、ブルックリンブリッジパークちょっと行きたいなと思ってまして、そしたらそこはちょうどいいランチスポットかななんて思ってるんですけど、ニューヨークでね有名なピザ屋さんです。超並んでる、あ今ちょっと分かんないですけど2年前とかね超並んでましたね。夜とか行列になってる店ですね。今はちょっとどうか分からないのと、当時は現金しか使えなかった気がするな。使えるようになったんですかね。あともう一個ね、隣に有名なピザ屋さんあるんですよね。でもそのグリマルディーズは本当にめちゃくちゃ有名で、なんとか一美味しいピザって言われてるんですよね。世界一だったかな。
違うかな。でもすごい有名なのは間違いないですよね。ツアーの、ツアーでね運転してるような人もこのピザ屋さん有名ですみたいなで紹介するぐらいね有名なお店です。でも朝の10時だからやってなさそうだな。なんかやってても11時とかじゃないですか、平日のランチ。まあちょっとそっち方面行ってみましょうかね。何で帰ろうかな。まあでもせっかくこっちまで来ましたから面白いというか、まあ見どころがあるもので帰りたいですよね。フェリーにします、まあ、とりあえず今あれしてきたんで川渡ってきたんで、あれハドソンリバーか、あ違うイーストリバーですね、イーストリバー通ってきたんでそこでフェリーに乗ってマンハッタンが戻って、まあ、とりあえずお昼食べてからね。そうしましょうかね。フェリーとか良くないですか。まあ、前回このフェリーだけもね一回動画にしたことあるんですけど、うん、まあ皆さんのご想像通り、まあ全然再生されなかったですね私的にはねすごい楽しめるあれなんですけど、まあでもニューヨークのねスポット紹介ってなかなかだなってその時に痛感しましたね。とりあえずブルックリンブリッジパーク向かいたいと思います。いや今ちょっと軽く地図見たんですけどちょっと早すぎてまだやってないかもしれないですね。やってなかったらとりあえずマンハッタン戻りますかね、フェリーで。でフェリーで戻ってからラーメンもいいないやラーメン二郎がねあるらしいんですよ、ニューヨークにも。まあインスパイア系らしいんですけど、それもちょっとこの旅行中行きたいんですよね。まあひとまず時間がある時にじゃないといけないんでね。で並んでるそうなんでってなるとちょっと時間がある時に行きたいんで、これでピザ屋さんやってなかったらラーメン二郎行ってみますか。今フェリーってやってんのかな、それもちょっと。まあさすがにフェリーはやってるか、まあ、地下鉄が通ってるんで生活の足には多分なってないと思うんですよね。まあまあまあちょっととりあえずねこれまで行ってから考えましょうかね。まずピザ屋さんはやってるかどうでしょうか。まあでも10時ですからね、私の予想やってないと思いますね。青になった。あやってないな。いやさすがにちょっと早すぎる。改修工事みたいなのされてますけど、まあ、グリマルディーズです。で今渡ってきたブルックリンブリッジがこれです。まあ普通にねグリマルディーズでググっていただければ出てきますんで、まあ、このねスポット動画も2年前に出してますんで、まあ、もしよろしければそれも見てください。めちゃくちゃ美味しいですよ、うん、やってないな、時間も書いてないな。ああでも Uber Eats とか対応してるんだ、注文できんじゃないですかもしかしたら。ああグリマルディーズもその隣のねジュリアーズっていう有名なピザ屋さんもあるんですけど、両方ともあれですね11時半開店ですね。画面暗。このグリマルディーズも、ジュリアーズだったかな、もう一つ有名なピザ屋さんあるんですけど両方ともね11時半開店ですね。これは残念、ちょっと早かったですね。ですんでマハタ戻りますかね。ラーメンでもいいな。ジュリアーズっていうのがここですね、ここも有名なピザ屋さんです。映ります、こんな感じになります。ここもね有名店なんでぜひニューヨーク来られる方は来てみてください。ここはね私はね食べたことないんですけど、ニューヨークのねチャンネル登録数20万人ぐらいいる YouTuber の人がめっちゃうまいって言ってました。行ってみてほしいって言ったらグリマルディーズもいいけどこっちもいいみたいな感じで、ぜひね行かれてみてください。まあ、ニューヨークね有名なピザ屋さんめちゃくちゃたくさんあるんで、まあ私が食べたね1ドルピザもそうですけども、それ以外にもねこういうお店もありますし、ここにねシェイクシャックもありますね。まあ、日本にもう上陸しちゃいましたけど、シェイクシャックもね初めて食べた時衝撃的です、本当に衝撃的でしたね本当に。ではブルックリンブリッジパーク到着しました。ここはねかの有名なリバーカフェですね。いろんな映画とか海外ドラマで使われてますね。 CSI ニューヨークとかでも出ましたし、ゴシップガールでも確か出てきましたね。でここにねアイス屋さん、これアイス屋さんの裏側なんですけど、このアイス屋さんも有名です。ツアーとかだとねここを寄ったりしますね。お手洗い借りに1回使いましたけども、
私は食べなかったかな。食べてる方もいらっしゃいましたけど、ここもね有名なアイス屋さんです。ちょっと飛んでる。あで、グリマルディーズのピザ屋さんね、あそこはもしかしたらまだ現金のみかもしれないですね。あでもフェリー人待ってる人いますね。じゃあ大丈夫だ。じゃあフェリーで帰りましょうか、マンハッタンに。せっかくなんで。ああ乗り場が変わったんだ。昔向こう側から乗ったね気がするんですけど、変わったんですね。ちょっとチケットを買う前に、次のフェリーが何時なんだろうな。ちょっと時間がよくわからん。あ今ちょうど降りてきてるな。あ今ちょうどフェリー到着したんですね。ハローハロー Thank you。 あったこれこれこれ。ということで今ね10時15分ぐらいなんですけど、あと15分ぐらいでマンハッタンのね、行きのフェリーが来ますんで、それに乗りたいと思います。チケット買いに行きましょう。チケットはねちょうどあっちだと思うんですよね。カメラ持ってると手振ってくれる人がいるんで嬉しいですね。ちょっと思った以上にね現金を使えてないんで、現金で行きたいけど現金使えるのかな。使えるといいんですけどね。では買っていきましょう。チケットはこれです。これです。あとアプリでも多分確か買えるんですよね。うん、書いてありますね。ダウンロード NFC フェリーアプリ、これでも買えて、それでチケットを見せて乗車もできます。まあ私は現金そろそろね換金したお金をね使っていこうかなと思いますんで、私は現金で買っていこうと思います。多分使えると思います。では買いましょう。ということで次のフェリーが来るまで15分ぐらいありそうなんで、ちょっとねブルックリンブリッジパークね来ましたので、ちょっと歩いてから行きたいと思います。いやいいですね。右側にブルックリンブリッジがあって、そのままマンハッタンまで見渡すことができます。ここね夜来るとめちゃくちゃ綺麗なんで、ぜひね来ていただきたいなと思うんですけども、まあね治安の問題がありますんで、まあ来るならタクシーもしくはツアーで来られることをお勧めします。なんかあるとね大変ですんでね。まああとブルックリンブリッジ自体もね、あの夕暮れぐらいはいいと思うんですけど、夜になってからね歩くのはもしものこととか考えるとね、あんまりお勧めできないですね。ではイーストリバー、いやいいですね。まあ川はそんなに綺麗な色ではないんですけども、気持ちいいですね。マンハッタンを横から見てる感じですね。いやいい。これで見えますかね。はい、一番奥のね真ん中ちょっと左ぐらいに自由の女神が見えますね。スターチューオブリバティですね。はい、一応ね見ることもできます。肉眼だともうちょっと大きいですかね。今あの行ってるのはこれから乗る同じ系列のね、ニューヨークシティフェリーですかね。片道 2.75 ドルなんで、まあ、約300円。まあそれでなんかクルーズ体験みたいなのができるって思えば、まあ、かなりいい方なのではないのかなと思います。ブルックリンブリッジパーク自体はねこんな感じであの座るところができたり、左側にね散歩できるコースとかもねあります。やはりね景色が綺麗なこともあって、観光客の方、まあ、地元の方とかねお子様連れの方とかもねかなりいらっしゃいますね。まあでも今のところ日本人の方はいらっしゃらないですかねではちょっとね突き当たりまで歩いていきたいと思います。ちっちゃい男の子がママに怒られてね、戻ってきなさい。まあでもこんなに公園大きかったらはしゃぎたくなりますね。マンハッタンにはこのサイズの公園あんのかな。まあセントラルパークはねどでかいのがありますけど、ここからはまあまあ遠いですしね。でもやはりねお子様連れが多いってことは、ここら辺は環境がいいんでしょうね。きっとお子様連れが多いイコール環境がいいイメージですもんね。日本に比べたら、私が住んでる神奈川県とかに比べたら大変でしょうね。物価も高いでしょうし、 100% 還元キャンペーンとかあるのかなこれ今タダで買えますみたいなのあるのかな。まあステータスカードとかね、アメックスの、あとはヒルトン、マリオットもそうですけども、まあ、そういうクレジットカードの特典っていうのはね海外の方がめちゃくちゃ強いですし、年会費もねアメプラとか多分3分の1ぐらい、それ言い過ぎかもしれないけど、まあ、半額ぐらいにはねなってると思うんで、そう考えると安いですよね。
日本のアメブラが13万円この前動画出しましたけど、あれもねやっぱりコンシェルジュが高いらしいですね。日本のコンシェルジュは日本人が対応しなきゃいけないんで、外国人の人だとやっぱり細かいニュアンスが分かんなかったりすると、ね、プラチナカードのコンシェルジュで言葉がつながらないって結構やばいじゃないですか。それが日本の場合はねやっぱりそれが苦情になったりするんで、そういうのがあるみたいですね。日本人が対応しなきゃいけないから24時間っていうので、やはり日本人を雇うんで24時間ね、だから年会費があんだけ高くなるとっていう噂を聞いたことがありますね。どこまで信じ、どこまでね本当なのか分かんないですけども、でも24時間日本人が対応するってねすごいですよね。いや、やっぱりこっち側から見るマンハッタンはめちゃくちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗だな。はい、ということでフェリー乗り場に戻りましょうかね。マンハッタンを横から見るこの景色綺麗ですね。結構フェリーの便多いんですね。まあこれね、前乗った時にね結構あれだったんですけど、結構いろんな場所をね泊まってからマンハッタン行ったりもしますんで、よくねルートね確認するのと所要時間ね、私結構そんなかかんないだろうと思って2年前乗ったら結構かかってね、ホテルのチェックアウトがその時も16時だったんですけど、それもね結構ギリギリで、めちゃくちゃそのフェリーの乗り場からホテルまで走ってっていうなんてこともあったんで、時間だけね、時間がある時にね利用してくださいね。左側のマンハッタン側でね降りれれば、まあどこでもね、まあ、ちょっと歩けばねバス停であったり、地下鉄のね駅があると思うんですけど、右側で降りちゃうとねちょっと分かりづらい部分もありますし、まあそこにね地下鉄が走ってりゃいいんですけどね、まあ、またねちょっと右側ってブルックリンの右側でちょっと怖いって思う人も中にはいるかなと思うんで、まあ、時間に余裕を持ってね利用していただければなと思います。めっちゃ暖かくなってきたということで、ちょっとねフェリー乗り場の前で待ちたいと思います。ここ本当にキッズパークみたいな感じで、お子様連れが入れる場所もあるんで非常にいいですね。ちゃんと遊具とかもねありますんで、バッチリお子様楽しめると思います。私の息子も連れてきたいぐらいな。それではフェリー待ちましょう。次のフェリーに乗ってマンハッタンに戻ります。それでは到着しました。これに乗ってねウォールストリートのピアまで行けるのかな、はい、って書いてありますんで、ちょっとね画面じゃ見えないと思うんですけど、これに乗ってマンハッタン戻りたいと思います。まあ、これいいですね。乗り場もね変わりましたね。昔はね公園の方からね入場だったんですけど、ちゃんと新しくね綺麗に整備されたね、搭乗デッキっていうんですかね、出来上がってますね。では乗っていきたいと思います。今回もねすごい迷ったんですよ。このブルックリン側に飛行機を取るか取らないかとかね、いろいろ迷ったんですけど、結局今回ねブルックリン側のねマリオ島邸に滞在するつもりはないですね。まあ、ちょっと結構いろいろ悩んでたんですけど、まあ、アクセスとかね行動とかねそういうのを考えると、やっぱりマンハッタン内がね計画しやすくてね、そっちになりましたね。 Thank you。 では乗っていきたいと思います。いや、めっちゃピカピカですね。こんな綺麗に出来上がってたんですね。あ、もう本当に速攻出発ですね。ちょっとぐらい停車するのかと思ったら全然ですね。ではクマネーン。いや、めっちゃ優しい。よいしょ。外に出れるのかな。あ、出れますね。あ、上も行けるんだ。前回上閉まってて上入れなかったんですけど、これめっちゃいいですね。あれなのかな、時期と天候とかによるのが風とか、前乗った時めちゃくちゃ風強かったんですよ。だからダメだったのかな。いや、これいいですね。これ3ドルですよ。 2.75 ドル、まあ300円ぐらいですか。では出発します。おお、すごい。いや、いいですね。ブルックリンブリッジの下
通らないのかな。今旋回してますね。まあでもこれはいいですね。あ、旋回するかも。でもこっち側もいいんじゃないですか。やっぱり旋回しましたね。残念。ブルックリンブリッジの下側は通らないですけど。いや、これはいいですね。ちょっと今日はね、天気がまだ曇りで、でも全体的に今日はあったかいんでね、まだいいですけど、これ真冬だったら結構きついかも。ちょっと音声きれいに入ってないかもしれないですね。結構風吹かれてますんで、一応風防みたいなのつけてるんですけど、これだけじゃどうしようもないぐらいのね、風が吹いてます。ちょっと反対側に来ました。見えます？自由の女神がね、ちっちゃく見えてると思うんですけど、いやー、これはいいな。まあ、自由の女神はね、もう一回ちゃんと見に行きたいなと思ってるんですけど、今回どうでしょうか。めっちゃ綺麗ですね。利用してる人も全然いないですね。採算取れてんのかな、これ。いや、多分取れてないかもしれないですよね。まあ、今こういう時期ですしね。では到着しました。いや、短かったな。もっと長く乗っててもよかったかもしれない。ちょっと船止まるまで待ちましょうか。今いたのがあの奥の公園からですね。ちょうどいい。ここは本当にウォールストリート行きのね、やつに乗れば本当に何分だろう、5分ぐらいで到着してます。5分もかかってなさそう。いやー、いいですね。では降りたいと思います。この中にもね、今はやってないですけども、売店とかもね、入ってたみたいですね。でもお手洗いはないのかな。ちょっとあるかなと思ってたんですけど、なかったですね。いや、すごい良かった。 Thank you。 いや、めっちゃ良かったですね。これが 2.75 ドルとは本当にめっちゃおすすめです。まあ、今回ね、ブルックリンブリッジパークからウォールストリートまでっていうところなんで、 P は11だったかな。はい、なんでいいですね、近い距離で。これがね、34丁目とかまでね、行くフェリーもあるんですけど、前回それ乗ったらね、めっちゃかかったんですよね。何時間かかったかな、2時間。いや、それ言い過ぎかな。いや、でもそのぐらいかかった気がするんですよね。すごいいろんなね、場所を経由していって、もうビビってましたよ、チェックアウト間に合うか。あ、このね、フェリーの入り口にお手洗いがありそうなんで、ちょっと借りたいと思います。ということで、お手洗いを出て外に出てきました。いや、いいですね。 2.75 ドルでフェリーが楽しめるとはマジ結構いいんじゃないでしょうか。皆さんもぜひ利用してみてください。ブルックリンブリッジにね、行くのはいいんですけどね、行って帰ってくる時にどうしようってなったら結構いいんじゃないかと思いますんで、ぜひ利用してみてください。ということで、今ね、私はウォールストリートの方にいると思うんですよね。ウォールストリートって書いてあったんで、でね、フェリーのね、入り口のところは室内でね、待合室みたいになってて、あったかいんですよ。で、お手洗いもあるということで、結構ね、休憩されてる方は多かったですね。うん、まあね、ニューヨーク寒いんでね、またフェリー待ってる間も寒いんで、待てる場所があるのはいいですよね。まあ、あれはフェリーを待ってるのか休憩してるのかちょっと分かんないですけど、今どこら辺にいるんだろうな。まあでも今もう11時過ぎましたんで、ラーメン二郎、まあラーメン二郎って名前じゃないですけど、森本だったかな、はい、ラーメン屋さん行きたいと思います。あ、もうどこにいるか全然わかんない。とりあえず地下鉄に乗って、それを最寄り駅まで行きましょうかね。ということで、ちょっと地下鉄の入り口探します。ということで、地下鉄の駅行きたいと思います。お店の名前失礼しました。
食べ友さん、食べ友っていうお店ですね、はい。まあ、結構ねお値段するそうなんですけど、まあ、せっかくなんでね、ニューヨークの二郎はどんなものかっていうところをねちょっと食べていきたいと思います。まあ、私はね、まあ、知ってる方少ないかもしれないですけど、二郎大好き、ジロリアンなんで、まあ、最近はそこまで食べなくなりましたけど、本当に会社員やってる時とかやばかったですね。本当にやばかった一番ひどい時は週3とか言ってましたからね。週3二郎はやばいですよね、さすがに。ちょうどここはねウォール街ですね。あ、風がなくなったんで歩くと暖かいですね。あ、ウォールストリート、せっかく来たんだったらクリスマスツリーが見れるかな。ちょっとあればねお見せしたいですね。もしかしたらないかもしれないですよね、昨日みたいにね。ニューヨークパレスのあれもありましたからね、このコロナの影響で、ね、人が集まるのをね抑制するためにやらないみたいなね、その可能性もゼロじゃないですよね。ちなみにこの右側、これトランプさんのビルです。ボール街のど真ん中にあるトランプさんのビル、やばいですよね。不動産をこのクラスのビルっていくらするんでしょうね。100億ぐらいですかね、ちょっと分かんないです。もう単位が分かんないですね。うん、まあめちゃくちゃ高いのは間違いないでしょう。ではウォールストリート、本当に中心地に来ました。証券取引所ですね。まあ、ここはねもう911以降車がね入れなくなって歩行者天国になってます、常に。ですんでもういろんな人がね、ああクリスマスツリーありますね、ありますあります。いやーよかった。いや昨日まさかね行ってなかったですからね。はい、ではお見せいたしましょう。こちらがクリスマスツリーです。どうでしょうか、ピカピカしてるのがあんまり伝わらないかな、見えますかね。うん、いやーでかい、めちゃくちゃでかいです。いやー本当にクリスマス一色ですね。でこの右側にあるのがね、ここはニューヨーク取引証券所だと思います。合ってますよね、間違ってたらめっちゃ恥ずかしいんですけど、あ、書いてありますね、はい、はい、書いてありますね。見えるかな、ちょっと飛んでるかもしれないですけど、ニューヨークストックエクスチェンジって書いてありますね、はい。ここはね、あのよくテレビに出るね、カンカンカンって鳴らされてるところですね。やっぱりちょっと昼間なのか、そんなに綺麗さは伝わらないですね。肉眼だとね、結構チカチカしてて綺麗なんですけど、カメラ越しだとなんかあれですね、なんとも言い難い感じですかね。なんでだろう。でもね、ご覧の通り人はめちゃくちゃいますね。ということで、こんな感じで行きましょうかね。ということで駅目指しましょう。ニューヨークフィラデルフォール、ここもね有名なあれなんですけど、今工事してますね。こちらですね、今工事中なんですね、入れないようになってます。これ何でしたっけ、日本語名が思い出せないですけど、フィラデルフォールね、この真ん中のね像も結構有名だと思うんですけど、見えてますかね、この像ですね。見覚えある方もねいらっしゃるかと思うんですけども。ということで、このままウォールストリートをね抜けて地下鉄に乗って食べ友さん行きたいと思います。いやもうウォールストリートも完全にあれですね、クリスマスですね。こんな感じでね、もう完全に柵がされて車がね入れないようになってます。もう入れない歩行者、自転車ももしかしたらダメかもしれないですね。本当にニューヨークは本当にいろんなところで PCR 検査やってくれますね。もちろんあれで旅行者もできて無料でね利用することができます。すごいですよね、コストゼロって書いてありますからね。では
ここからなんでアップタウンで OK ですね。では行きたいと思います。地下鉄に乗っていきましょう。それではね、地下鉄乗りました。今ね6番線で今5番線に乗ってブルックリンブリッジ、まあ乗り換え駅まで言わなくていいから、今ちょっとね2駅ぐらい乗って、でまた今乗り換えて6番線っていうね電車に乗って、どこまでだったかな、アスター駅だったかな、そこまで行ってラーメン屋さんに行くという感じですね。ちょうどね開店が12時でちょうど着くのは11時45分ぐらいなんで、並んでるのかな、なんかニュースかなんかで見た時はね結構並んでたんですよね。ですんでもしかしたら並んでるかもしれないんで、まあ、そしたら15分前とかちょうどいいんじゃないかなと思いますんで行きたいと思います。今ね見てください、地下鉄の中で誰もいないんですよ。こんなこともあるんですね、かなりびっくり。ちょっと誰も乗ってないと逆に怖いですよね。あの本当に誰もいなかったらねいいんですけど、これで1人とか乗ってこられるとちょっと怖いですね、うん、できれば 2,3 人 4,5 人とかねたくさん乗ってきてほしいですね。いやこれはかなりびっくり、こんなことあるんですね、こんな堂々と撮れるのなかなかないと思います。こんな感じでね、あの地下鉄の中にもね路線図も載ってますし、まあね日本からね、まあ、あのニューヨークの地下鉄みたいなのを Google で検索してもらって、まあ、それでねその画像をねあの保存して見るようにした方がいいと思いますけど、一応載ってます。でこういった感じでね広告とかも出てますね。この前ね久しぶりに何線だったかな、田園都市線とかだったかな、はい、乗った時にびっくりしたんですけど、あれなんですね、ここら辺のスペース、このここら辺ですね、ここら辺のスペースの広告って何て言うんですか、中吊り広告のまあ壁バージョンみたいな、そういうのって今どんどんなくなってるんですね。びっくりしました。この前電都市線だったが乗って、この部分があの液晶の広告に変わってて、私全然電車って乗らないんでね知らなかったんですけど超びっくりしましたね。今ねブリッガーストリートに到着しましたね。あと一息で降ります。いやいいですね、電車も本当にこんだけ利用者が少ないと。今ね2人ぐらいしか乗ってないんで車両に、安心ですね。すげえ何回もニューヨーク来てますけど、首都車両に誰もいなかったとかね、今2人しかいないんですけど、そんなこともね初めてですね、うん、まあ今日普通の平日の昼間なんでこういったこともあるんですね。まああるか、日本でもありますもんね。ということで次の駅で降りたいと思います。ということでアスターステーションに到着しました。アスターですね。では外に出ましょう。やっぱり乗ってる人も少ないんで、降りる人も本当に1人ぐらいしか、奥の方に見えるぐらいしかいないですね。それではね駅の外出てきました。いやここら辺は本当にザ・ニューヨークって感じですね。この壁にもね広告が貼ってあって、またちょっとね隙間があるとこういった感じでグラフィティがね書いてあったり、いいですね。でこの見てください、この街並みもねザ・ニューヨークっていう感じがしていいですね。どんな感じなんでしょうね、こういう家に住むっていうのは。まあでもニューヨークのマンハッタンですからね、いくらするんだろうな、まあ、大体30ぐらいするのかな。マンハッタン内だともっとするのかな。東京の銀座より高いって言いますからね。
あ、でもこれはめっちゃいろんなお店があるんですね。アニメっぽいお店もある、アニメイトみたいなお店もある。ここにすごい、うん、ちょっと伝わったかどうかわかんないですけど、すごいいろんなお店ありますね。アサヒビール、あ、すごい、これは間違いなく日本の居酒屋ですね。大衆居酒屋、うまい、安い、早い。へー、だってもう看板とかすごいですね。アサヒビール、あとこれは、あ、これは大衆居酒屋喧嘩のあれなんですね。あとタバコ取扱店とか、あ、見えてますね。ちょっと遠いですけど、あそこにねありますね。いやー、すごい。もうちょっと早く知ってたらね、来たかったですね。あ、日本の居酒屋もあるんですね。すごいここすごいな。あれなのかもしれないですね、日本人、日本食街なのかもしれないですね。だって上にもつ鍋って書いてありますしね。そしてもつ鍋のお店に入っていく、多分今のは外人さんだったと思うけど、店員さんなんですかね。まあ私、あのニューヨークで日本食ってほとんど食べないんで、まあ、今回ねラーメン二郎っていうことで行くんですけど、ほとんど食べないんで、その日本の日本食街みたいなのが多分ニューヨークにもあると思うんですけど、全然わかんないですよ。調べたこともないですし、まあ、わざわざねニューヨークの滞在で行こうって思うこともねめったにないんで、まあでもラーメンとかはいいですよね。うん、なんかニューヨークせっかく来てるのに行く機会なんてほとんどないかもしれないけど、まあでもちょっとどんな感じなのか食べてみたいみたいなね。いやー、この通りすごいな。ちょっと場所調べますね。あ、まだだな、あと 2,3 ブロック歩く。いや、ニューヨークでもつ鍋食えるんですね。ニューヨークに住まわれてる日本人の方はいいですね、本当に。もう普通鍋まで行けると思わなかったですね。マッサージ店とかもある。ボディーウォーク合ってるかな、多分そうだと思う。でも10分10ドルなんで、ニューヨークにしたらすごいいいんじゃないですか。ハロー。いや、カメラ持ってるとめっちゃ手振ってくれる人がいる、嬉しいですね、うん、初めてニューヨーク来た時とかこんなこともう怖くてできなかったですけどね、うん、白タクにぼったくられもうケチョンケチョンにされましたからね。でもどうなんですかね、私今回ニューヨーク来てもう3、4日もう経ってる、あ、まあ、3、4日ぐらいですね経ちましたけど、アジア人ヘイトみたいなそういうのは全然ですね、今のところは全くないですね。まあでも物騒な、ね、話も聞いてますんで気をつけなきゃいけないなと思うんですけど、まあでも私ビデオカメラ回してるんでね、なかなか記録残るじゃないですか。まあ、カメラも持ってっちゃえばいいかもしれないですけど、であとこれ私カメラとジンバルを持ってるんでね、うん、結構大掛かりなんですよこれも、あの外から見るとね。ですんであれかもしれないですね、武器に見えるかもしれないですね、うん、見えないかまあひとまずねそういったあの危険を感じるようなことはね今のところ一切感じてないですね。まあ、だからといって用心しないって話じゃないんですけど、まあ、真夜中はね本当に出歩くんであればタクシー利用しましょうね。まあ、私はニューヨークで基本的に夜中に出歩くってほとんどしないんであれですけど、まあ、出歩くのであればねタクシー使いますね。あれになっちゃうんでね、トラブルに遭うと一気につまんなくなりますからね、一気につまんなくなるし一気に日本帰りたくなりますしね。もうそろそろですかね。うん、あ、タトゥーのお店とかもそれあるか。そうそう、ニューヨークはあれなんですね、大麻が解禁になったんですよね。まあ私はやらないですけど、そうそう、大麻があの昔は用量しかダメだったけど今もう合法になったんですよね、大麻ビジネスっていうんですか。そうそう、それはね
もう結構前から隣のワシントン州とか OK だったんですけど、それがあれになったんですよね。ニューヨーク州も OK になったんですよね。でも今のところ全然見てないな。どっかにあるのかもしれない。あ、これとかそうかも言ってたらちょうどあった、はい、あれ多分そうですね。マリファナの絵が書いてありましたね。あれマリファナがいいのかな、大麻がいいのか、両方いいのか、ちょっと詳しいことは私も分かんないですけども、まあ、なんか軽いやつが良くなったんですよね。まあ私はもともとタバコ吸ってましたけど、タバコもやめましたんで、もう大麻とかまあやりたいとは思わないですね。お酒は飲みたいなと思うときは結構ありますけど。そろそろかな。でもここら辺はあれですね、めっちゃ飲食店がたくさんあっていいですね。ちょっとね、店内で撮影できるか分かんないんで、そこだけあれですね。店内で撮影できなかったらあれしましょう、感想を言うっていう感じでちょっとつまんない感じになっちゃうかもしれないですけど、あれ通り過ぎたか。よいしょ。お、もうここら辺にある、ここら辺ですね。これかな、これだ、これか、これ食べ友さんありましたね。わ、おしゃれ。あ、クレジットカード使える、クレジットカードも使えますね。食べ友さん、友って書いてありますね。食べ友って下に書いてありますけども、はい、まだやってないと思うんですけど、12時からですかね。クレジットカードも使えます。ちょうどね、この公園の向かいぐらいですね、あります。こういった感じでね、外の小屋みたいなところでも食べれるみたいですね。まあここは多分あれですよね、接種証を持ってない人向けのやつですよね。私は店内でいただこうかなと思ってます。ということで、あれ結構早かったなあの予定到着時刻は11時50分ぐらいだったんですけど、今11時半、思ったより早いな。あと12時なんですよ、開店が。結構時間ありますね。どうしようかな、ちょっと考えます。まあ、多分30分早くはね入れてくれないと思うんで、店員さんもいると思うんですけど、はい、ということでちょっと考えようと思います。それではね、ちょっと近くのね、これなんて読むか分かんない、あ、ビレッジプリクレピーコーヒー&クレープスっていうお店でちょっとねコーヒー2.5ドル、まあ300円ぐらいですか、いただいてます。でちょっと朝からねずっと移動してたんでちょっと疲れましたね。ということでコーヒーいただきます。皆さんがおしゃれすぎてね、今通った人もスケボーを片手に歩いてました。まあ、日本でも普通にいるかもしれないですけど、なんでしょうねこの絵になる感じは。ということでちょっとねコーヒー飲みながらゆっくりしたいと思います。あと15分ぐらいでねオープンしますんで、オープンと同時に行きたいと思います。ということで時刻はですね12時57分になりましたので、そろそろね行きたいと思います。ちょっとね店内が撮影できるかどうか分かんないんで、まあ、とりあえず行ってみて聞いてみたいと思います。まあ、ちょっとダメそうだったらね、後でお写真でお見せするっていう形になると思いますけど、ご了承ください。では行ってきます。ということで今ね、この画像を見ながらね人生初のアクレコを挑戦してるわけなんですけども、この食べ友さんね、あの撮影許可はねいただけたんですけども、店内にですねめちゃくちゃガンガンのヒップホップがね流れておりまして、ちょっとねこの音声をですねどうしてもマイクから拾ってしまってですね、この部分のね音声が使えないっていった形になってるんですよね。でこちら今ね店内に入って、まあ、メニュー紹介してね、これお水だったり、これねちょっと辛いやつだったりで、このおしぼりがねあるっていうのは、まあ、ニューヨークではねほとんどないので、まあ、その話をねしているっていった形になるんですよね。でこの背景がね、あの久保田お酒ねたくさん置いてあると思うんですけども、こちらね先月あたりねあのイベントをやってたということで、まあ、こちらがね置かれているっていった形になってるんですよね。それはねラーメンが到着しました。これね見てくださいよ、このラーメンめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。二郎チャーシューラーメンですね。
て、こちらねネギをトッピングしております。これねおしぼりじゃなくて、あのアルコール消毒スプレーした後にね、あのおしぼりで拭くっていうね順番を間違えて気づいたんですけど、さりげなくもう一回アルコール消毒スプレーを何かの顔でするっていう感じですねでね、ラーメンなんですけど本当に美味しかったです。これね、二郎ラーメンね、あの好きな方で、まあ、ニューヨークでわざわざっていう方もねいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、もしよければですねぜひね行かれてみていただきたいぐらいですね、美味しかったです。まあ、私もね二郎関東圏ですけども、7、8軒ねあの二郎を食べるためだけにね回ったりしてたんですけど、いや本当にね美味しくておすすめしたいという感じですね。で入ってるのはですねほうれん草とチャーシューと卵で、ネギはですねこちらトッピングで3ドルでトッピングしております。であともやしとかが入ってる感じですね。いやねめちゃくちゃ美味しかったんで、ぜひニューヨーク行かれる際にですね、まあ、ラーメン食べたいなと思って二郎系がいいなって思った方はですねぜひねこのタペトモ様行かれてみてください。非常に、ね、店員さんも親切でチャンネル登録しますよみたいな感じでね、非常にありがたいね対応でございました。撮影許可をねせっかくいただけたんですけども、ちょっとね食べてる最中からね音楽ちょっと強いけど大丈夫かなと思ってたんですけど、まあ、ピンマイクをね胸元につけてるんで、まあ、飛ばせるんじゃないかなと思ったんですけど、残念ながらですね何回やってもね著作権が引っかかってしまうね表示が YouTube 上で出てしまうので、ちょっとね申し訳ないですけども、こういった形でね、失礼させていただきました。料金に関してはですね確か、ラーメンの方が19ドルで、トッピングが3ドル、ネギですね、ネギはこちら3ドルで、でまた税金とかね全部入って25ドルぐらいだったと思いますね。はい、非常にね美味しいラーメンでございました。ぜひね概要欄にお店の詳細とね場所を載せておきますので、気になる方はですねぜひ行かれてみていただければなと思います。すいません卵入ってましたね。はい、非常に美味しかったです。ということでお店出てまいりました。お会計がですねだいたい24ドル、23点いくらだったんで24ドルぐらいですね。で一応チップをね私は払いましたので26ドルで、二郎ラーメン、ネギトッピングいただきました。まあ、ニューヨークなんで私もっと高いって聞いてたんですけど思ったより安かったですね。なんか4000円ぐらいみたいな話を聞いてたんですけど、その人はそれ多分ねブログかなんかで見たんですけど、もしかしたらそれはあれかもしれないですね、トッピングをもっとしてたのかもしれないですね。まあ、私はねネギだけトッピングさせていただいたっていう感じです。いや非常に美味しかったですね。はい、でもうねお腹結構減ってたんですけどお腹パンパンになりましたね。いやいい、あのねお店の名前とか場所とかはね全部 YouTube の概要欄に入れておきますんで、もしよろしければ行かれてみてください。まあ、ニューヨークでね二郎ラーメンいいですね。はい、ちょっと二郎ラーメンがメインなのかどうかちょっと分かんないですけど、多分メインではないかもしれないですけどね。まあ、でもね非常に美味しかったんでぜひ気になる方行かれてみてください。ということで本日はですねセントレディス、チェックアウトなりますんで、ちょっと時間に余裕を持ってねパッキングもしなきゃいけないんで一回ホテル戻ってですね、パッキングしたいと思います。ということなんで今来た道をですねそのまま戻って電車乗ろうかなと思いますので、ちょっとテクテク、まあね結構多分二郎ラーメンなんでハイカロリーを摂取したと思いますんで歩いていきたいと思います。まあ、今日ねブルックリンブリッジ行って歩いてきましたけど、多分そのカロリーを多分今取ったぐらいですよね。きっと結構歩きましたけど、いやーチャーシューとかねめっちゃうまかったですね。はい、またね店主の方も店員さんの方もね非常に親切に接していただけますんで、本当にねまた日本語でもちろんね対応していただけますんでいいですよね。ちょっとねニューヨークに来て、まあ、基本ね英語で会話になると思うんですけど、日本人のねお店に行くと結構ホッとしますんでね、そういう意味でもねいいかなと思います。ということで駅の方にね歩いていきたいと思います。
ここら辺もあれなんですかね、お子様が多い地区なんで結構環境がいいのかもしれないですね。そこのね大きい公園でもお子さんすごいね遊んでおりましたし、ちょっとねあのカフェで時間潰してた時も少年チームがね結構通っていましたね。でみんなスマホ持ってなんかカチカチやってましたねもうリアルゴシップガールじゃないですけどそんな感じでしたね。ちょっとねお店の店内の中での映像をね今ある体で話してるんですけど、ちょっとねラーメン屋さんねあのガンガンヒップホップがかかってまして、 YouTube って、まあ、ご存知の通りねあの著作権があるんで音楽ダメなんですよ。ですんでもしかしたらちょっと小刻みに編集点を入れてなんかどうにか通すみたいな、ちょっと映像としてねおかしい部分になってちゃうかもしれません。結構ねでかい音で音楽流れてたんで。そうなんですよ、音楽ね入っちゃうともうあの YouTube をね編集して出来上がってアップロードする、もうその時点でねあの YouTube 側があこの曲入ってるじゃないなあなたみたいな、著作権侵害ですよみたいな、もうその時点でもう公開できないんだったかな、あの審査入るみたいなそんな感じになっちゃうんですよね。ですんでもしねどうしようもなかったらねちょっとバッサリ言ってるかもしれないですけど、まあ、そしたらねあの無音のところにアフレコでも入れたいと思いますんで、まあ、ちょっとどうにかしてね紹介したいと思います。非常に美味しかったんでぜひ。お腹いっぱい、はあ、そうあれシティバイク、これもねあるじゃないですか、この自転車これね30分いくらとかで乗れるんですよ。で30分以内に返せばそれ以上課金されないみたいな、まあそれ時間と、まあ、1日使い放題だったかな、まあちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、そんな感じで利用できるんですよこの自転車。これもね今回の旅でちょっと利用したいんですよね。すごい前にね一回無理やりこれにマウントつけて自転車乗ったんですけど、セントラルパークで、いや結構ね悲惨な映像になりましたので、今回ね、今一眼で撮ってるんですけど GoPro 持ってきてますんで、でその時はねマウントをそんなに持ってなくて GoPro の、まあ、今回はねネックマウントとかもあるんで多分もうちょっと綺麗な映像撮れるかなと思いますんで、ちょっとね時間がある時にセントラルパークでもちょっと走りたいですね。うん、まあ、自転車って言ったら今日のブルックリンブリッジとセントラルパークが一番良さそうな感じがするんで、それもねちょっとやりたいと思います。それではね来た道を戻って駅の方にね行きたいと思います。それではですね地下鉄に乗って最寄り駅の方まで来ました。いやなんかね乗り換え駅でもう一回ね電車乗りたかったんですけど、なんか残念ながらねなんか電車来なくて、ちょっと詳細も見ないでね、まあ、結構近いところまで来たんで、まあ、ここから歩いていこうと思います。ちょうど後ろら辺にね昨日行ったアマゾン GO があるんで、まあここから数ブロックぐらいですかね行きたいと思います。いや本当にね暑いのと寒いのがねだいぶ繰り返されてて、あれですね地下鉄入る前まではね暑い暑い思ってたんですけど、地下鉄乗ったらね逆に寒くなってきて、まあここら辺ね昨日通った、まあ昨日夜だったんでねあんまりあれかもしれなかったですけど、まあ、今はね日中なんでちょうどこのパークアベニューのね大きい交差点も見れますね。ちょうどね後ろに見えてるこれがメットライフビルですね。結構有名なビルですってなところでしょうか。この交差点はね結構でかいんでね、パークアベニューの交差点です。本当に今回は先ほどの食べ友さんの方以外の日本人に会ってないですね、うん、JFK 空港着いた時はねやっぱり何人かの日本人の方いらっしゃいましたけど、本当に空港からはもう見てないんじゃないかな、こっち来てから全然見てないですね。すごっ、この屋台何の屋台なんだろう、すごい7、8人並んでますね。ファラフェルの屋台ですね、有名なのかもしれない。そう、ああいうね屋台料理もですね
美味しいやつは本当めちゃくちゃ美味しいんですよね。外れの時もあるんですけど、有名なのね、もともと調べて行って見つけた方がいいかもしれないですね。確かツイッターとかにね場所出してたりね、結構お店によって出してたり出してなかったり、出してるけどなかったりしますけど、いやお出かけ的にはめっちゃちょうど良かったですね。あんまりギリギリでねホテル戻ってくるっていうのも、まあ私みたいに YouTube とかブログとかやってない限りホテルを移動するっていう方は少ないと思いますけどね。まあでもとはいえ海外のホテルって行ってみないとなんか良し悪しが分かんないから、ちょっと外れを引いてずっとそこにいなきゃいけないってなるのもまたちょっとあれですよね、厳しいですよね。まあまあまあ基本的にあれですかね、普通の人はホテル買えないですよね。一つのところにいた方が楽ですもんね。荷物もパッキングしなきゃいけないし、でそこからまた移動しなきゃいけないですしね。まあ今回はね、セントレイジスニューヨークからまた結構近めのねホテルなんですけど移動させていただきます。いや本当にもう12月2日でもうセントレイジスの滞在が終わるのか、本当にあっという間で寂しいですね。こんなに良かったんだったらセントレイジスもうちょっと日数多めにしとけばよかったな。いや本当にめちゃくちゃ良かったですね。まあ、ポイント的にはちょっとほとんどが10万ポイントだったんで、1泊だけ8万5000だったかな、それが2つあって片方だけだったと思うんですよね。ですんで、まあ、基本はこのホリデーシーズンのニューヨークはねハイシーズンでカウントされてるんで、まあ、基本10万一番高いねポイント数になりますんでね、セントレイジスの場合は10万ポイントになってますね。はい、ということでホテル着きました。ということでちょっとホテルに行ってパッキングしてチェックアウトしたいと思います。それはですね、午後3時過ぎになりましてパッキングも終わりまして、そろそろねチェックアウトしたいと思います。今回ですね2泊ね、このセントレイジスニューヨークホテルですね、今回ね初めて泊まったんですけど本当にめちゃくちゃ良かったです。で、ね、ルームキーをねお見せしてなかったんですけど、セントレイジスのねルームキーはこんな感じになってます。ちょっとね薄くて見づらいかもしれないですけど、ここにねセントレイジスのマークがね入っているっていった形になっておりまして、これでピントが合ってるかな、はい、かっこいいですよね。ということで今回ですねマリオットボンボイのプラチナステータスとしては、まず朝食ですね、朝食がレストランもしくはインルームダイニングでのコンチネンタルブレックファーストですね、まあ、あのパンとコーヒーとジュースと、まあ、この3点セットがね無料で利用することができます。で今回ねこのスイートナイトアワードね通しているんですけども、この客室はですねもともとスイートナイトアワードだと、グランドデラックスルームっていうのが選択できるんですね。スイートルームは残念ながら選択できないんですけども、でそこを抑えてスイートナイトアワードでグランドデラックスルームを抑えたんですけども、それをねもう1個アップしてもらってグランドラックスルームっていう部屋にアップグレードしていただきました。この客室もね結構素敵なんですけども、このマリオットボンボイのねステータスで結構ねいいアップグレードをいただいている方ねいらっしゃるみたいなんですよ、このセントレイジスニューヨークホテルで。ですのでスイートナイトアワードね通さなくてもね結構ね上位ホテル、上位ホテルじゃなくて上位ルーム、もっと上のねスイートとかね通してもらってる方もいらっしゃいますので、今後ね皆さん宿泊する時にねそういったこともあるかもしれないですね。あとねプラチナステータスだとレイトチェックアウトですね利用することができました。今回ね4時までレイトチェックアウトね利用させていただいておりますんで、かなりありがたいですね。このレイトチェックアウトのね海外で利用できるっていうのもかなりいいですよね。本当にねゆっくり過ごすことができますよね。でまたねこのホテルにはねバトラーサービスっていうのがねありましたので、これはねマリオットボンボイのプラチナステータス関係ないんですけども、本当にねこのセントレイジスのバトラーサービスねニューヨークでも利用できるっていう風になりますんで本当に良かったですね。まあ24時間ねコーヒー紅茶、まあお水とかもねいけると思うんですけども利用することができるっていう風になりますんで、この物価の高いニューヨークでね朝ねちょっと早く起きちゃったみたいな時でもね頼みますし、まあ、夜中ねちょっと喉が渇いたって言ってお水をいただくこともねできるっていった形になりますんで、これはね本当にいいですね。で客室にはですねスリッパとか履
歯ブラシとかそういったアメニティ商品って置いてないんですけども、こちらについてはですね、あの全部が全部あるかどうかは分かんないんですけども、聞いてみてください。私もですね、歯ブラシ持ってくるのをこの旅行でね忘れたんですよ。で ANA のね、今回ファーストクラスで来ましたので、その時のアメニティをね使ってたんですよね。でそのファーストクラスの歯ブラシに入ってるあの歯磨き粉ってすんごいちっちゃい、こんなのちっちゃいのあるじゃないですか、まあ、それを普通に使ってたんですけども、そしたらね、あのコンビニでアメリカのコンビニで買ってきたようなね歯ブラシの歯磨き粉かをね、あのセットしてくれたりね、多分あれもね無料でいただけるっていう風になりますんで、あのアメニティはセットされてないんですけども言えばくれるっていう風になりますんで、このホテルねスリッパとかもセットされてないんですけども、スリッパはターンダウンサービスの時にね、あの枕元に置かれるみたいな感じになりますんで、スリッパもねあるんですよ、部屋にはないんですけどね、っていう風になりますんで、まあヒゲ剃りとか歯ブラシとかスリッパとかね、まあそういったものはね言えばもらえるっていう風になりますんで、あこれないな、ちょっと欲しいなみたいなものがあったらね、あのバトラーサービスの方でもいいんで一応ね聞いてみるのがねいいのかなっていう風に思いました。ということで本当にね物価の高いニューヨークでめちゃくちゃ良かったですね。はい、本当にセントレディスニューヨークね、今度ねまた泊まりに行きたいなと思いました。今までね泊まってきたマリオットホテルの中でニューヨークで多分一番良かったんじゃないですかね。まあちょっとねエグゼクティブクラブラウンジはね長いわけなんですけども、まあそれでもねかなり良かったですね。もう立地もね本当に5番街の近くですし、まあ、セントラルパークもタイムズスクエアもね近いんで、そういう意味ではねかなり良かったですね。ということでそろそろねチェックアウトさせていただくのと、今回ね滞在期という感じで動画ね作らせていただいておりますけども、ここでね一旦動画ね区切らせていただきたいなと思いますので、この続きはねまた次の動画でね楽しんでいただければなと思います。ということで今回動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。